富山県にあった軍。1878年に行政区画として発足した当時の軍域は、おおむね以下の区域に相当する。上記の例外となっている区域のうち、富山市外の一部以外は後に当軍の所属となっている。また、富山市の一部は後に、上似以川軍に所属した。歴史はかなり古く、弥生時代の遺跡や古墳時代中期の 四隅都市津型紛糾簿が発掘されている。ネイは、元売り日と書いた。地名の由来について、姉草姫神社に由来するという説や、宇さ神社の祭神である宇さ姉姫神、うさか妻姫神に由来するとする説、杉原神社のある、杉原屋開拓伝承に、沼に落ちた女神を、小神が背負って助けたという手話がある。万葉集には、ネイ軍の当時の状況を描いた。 複数の歌が収録されている。根イ川の早き瀬ごとにかがりさし八十友の男は、宇川立たけり、杉ののに、さ踊るきじ一ちく、音西も中かむ立んかも新川郡との境界は、必ずしも明確ではなく、かつては、上岸寺川が谷口から西北へ流れ、現在の伊達川から赤江川あたりの流路を取り、人津川に合わしていたと考えられることから、 その旧河を軍堺としたとされる。近世以降に神通川異勢の地域に大まかな軍域が定まったと考えられている。かつては越中国の神通川佐賀に一体を占めていた軍であった。江戸時代は全域が富山藩となった。加賀藩から分離した富山藩はその設立当初は富山城及び現在の富山市内を領地に含んでおらず、ネイ軍百つかに 新城を築いて本拠とする予定であり、初代藩主の前田敏次は土地名と管理から百塚自重と呼ばれていた。しかし、追記は財政難により断念され、領地交換を行って加賀藩から富山城を譲ってもらうことで、これを藩長とした。明治11年に軍政志向。当初は富山市や田子町に軍役所が置かれた。この際、 上新川軍とは共同の管轄であった。軍役所は同年中に同志藤井町に移転し、後に大正4年、東呉羽村五福に移転した。1960年代に平野部会側の呉羽町和郷町が富山市に編入され、以降2005年に廃止されるまで、ネ井軍は富山県南部の山間部を中心とする軍となった。町村製紙工事の2丁31一。 日本三大実力には以下の三者が記載されている歴代軍長ありがとうございます。